こんにちは、ヒコノ TV です。今回は2023年4月に発売予定のホンダの ZR-V ですね、 SUV の紹介をしていきたいと思います。ホンダといえば SUV ベゼルと CR-Z があるんですけども、ちょうどその間ぐらいですね、シビックベースの SUV となっております。グレードに関しましては、ハイブリッドとガソリンモデルとまず2種類ありまして、その中でも X と Z ということで、 Z の方が上級グレードです。今回はその Z の、2WD ですね、 FF の 2WD の紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずタイヤの方から紹介していきます。タイヤのサイズは 225/55/18 インチというサイズで、こちらは4グレードとも全て統一されたサイズです。メーカーは横浜で、タイヤの種類、名前はアドバンですね。アドバンのデシベル。静粛性に優れたタイヤと思いますけども、こちらはちょっと販売の時期とかいろいろね、たまに変わる時もあるので、購入前に確認された方がいいと思います。でタイヤの内側はこんな感じ、サスペンション、フロントは独立サスペンションですね。で後ろはトーションバー方式のはずなんですけども、そうですね、トーションバー方式の、サスペンションで、ごく一般的な形となると思います。でこちらね、突起があるんですけど、最初何かなと思ったんですけど、空力を考慮したデザインというか突起物になると思われますが、この場所にこういう突起でどういう効果があるのかなっていうね、後ろに巻き込まないとかそんなあると思うんですけど、詳しい方のコメントお願いいたします。で後ろのデザインはこんな感じで、マフラーは2本出しになっております。ダミーの時もたまにあるような気はするんですけども、こちらダミーではなく本当に2本マフラーが出てるんですが、途中まで1本なんでね、なんとも。でこちらはリアのガーニッシュはオプションですね。それでは今から車内の方に入っていきたいと思いますけども、リモコンの紹介です。で押すとロック、で握ると解除ですね。リモコンがポケットに入っている状態です。はい、それでは中に入っていきましょう。運転席のコントローラーはね、運転席ドア側のコントローラーはこんな感じですね。ボタン的には標準なんですけど、このパワーウィンドウスイッチ全部1回押して全閉全開するやつですね。4席ともそうです。はい、爽やかな音楽とともに車の中に入ってきました。 EHEV ですね、かっこいいですね。この演出はホンダですね。ハンドル周りはだいたい最近のホンダ同じデザインになっております。左側はナビゲーションオーディオ関係のコントローラーが集約されております。右側はホンダセンシングのコントローラーが集約されております。でこちらの下のくるくるメカじゃなくてくるくるボタンを押しますと、メーター内の表示がどんどん変わっていきます。燃費計とか方位磁石もありますよね。いろいろお試しください。でこちらメインボタンオンですね。ホンダセンシングのメインボタンオンすると車が現れます。自社の映像みたいな感じでブレーキ踏むとちゃんとブレーキランプもつきますね。これいいですよね。フィットとかね、センシング中とかどうブレーキ踏んでるとか分からなかったんですけど、こちらは分かりますね。ウィンカーはこんな感じ。ハザードを押すとこんな感じ。まあこれは皆さん分かってますよね。音も多分変えれると思います。ハザードボタン、場所はいいんですけど、ちょっとボタンがね、パッと見分かりにくいですよね。さすがにスピードのセットは停止中はできませんので、また走行編で紹介したいと思います。これは車間距離の調整ですね。4段階あります。 ACC の調整ですね。車間距離の調整のボタンです。でこっちのクルクルメカじゃなくてクルクルボタンも回してみます。オーディオのソース、
Bluetooth とかテレビとかラジオとかをくるくる変えて押し込むと決定という風になります。でこれボリュームのボタンです。上でプラス下でマイナスです。でこれパドルシフトですね。パドルシフトといっても減速セレクターなので、あのリニアなギアチェンジとかするものではなくて、あくまでも回生ブレーキの調整ですね。エンジンブレーキの調整をするパドルシフトです。でこれはまあオートのウィンカーではヘッドライトのやつですね。オートはちょっと強制オートのレバーは好きじゃないな、やっぱり、まあ、安全性優先ということ でこちらワイパーの方なんですけど、左側にカメラを切り替えるボタンがありますね。いつでも、上からの図と後部切り替え、多分フロントもできると思います。でハンドルを曲げるとその行く方向のラインが出てきましたね。ちょっと分かりにくいかな。はい。でこちらはエアコンのフィンの操作をするレバーというか持つところですね。非常に大きくて使いやすそうです。でこちらはシートヒーターですね。こちら助手席、もちろん運転席側もついてまして、3段階の温度の調整ができます。で基本的にはフルオートエアコンです。で右側は全体の温度調整で、左側は助手席自分だけっていうね調整もできるみたいなので、助手席の方は嬉しいですね。はい、いろいろ押してみております。あ、こっち運転席のシートヒーターで、僕ちょっと暑がりなんで、あんまり冬でもシートヒーターは個人的にはつけないです。あ、つけないです、すいません、ちょっと見え張りましたね。自分が乗ってる車にはついておりません。こっちはシガーソケットですね。 12V の電源も取れます。上から5個が差してますね。この日天気が良すぎて車を止める向きを間違ってますよね、撮影するには。はい。でこちら充電できますね、携帯を。はい、あの携帯で QI 充電だったかな、できるタイプだけになりますんで、何でもかんでもできるわけじゃないですけど、最新の携帯だったら比較的対応しているものが多いと思います。でこちらドリンクホルダーですね、丸いですね。また雪印のコーヒーパックが入らないですね。こちらバック、これギアですね。でボタンなんですよね、ギアがね。これ今バックのギアですね。一番上側は P、パーキングで、下がちょっとヒップ、これパーキングですね。その下が R がリバースバックで、でニュートラルは N で、これはドライブですね。これ慣れるかな。まあ慣れるでしょうけどね。レバーで散々今までね叩き込まれてるんで、なかなかボタンは。でこちらはドライブモード変更できます。この車はスポーツとノーマルとイーコンとスノーモードですね。4つのモードが搭載されております。でこちらちょっと難しいんですけども、ヒルディセントコントロールシステムですね。システムすぎるかどうかあれですけど、あの雪道で、下りとかでちょっと滑って近寄らないようにとか、いろいろコントロールしておくね。ちょっと横に貼っときます、説明すみません。これパーキング、電子パーキングブレーキですね。結構音鳴りますね、ウィーンって。聞こえました？はい。でこちらはブレーキホールドのボタンです。もうこの辺も今のホンダセンシングと全部セットになってますよね。はい、もうこれから出る車は大体ついてることだと思われます。でコンソールボックスの収納はこんな感じ。この底なんかまだ下あるんかなと思ったらないですね。あの昔ザルそばの網の下にまだそば入ってるとちっちゃい頃思ってましたね。そんな感じでした。でここにもね、いろいろ収納があって、これ何かなと思ったんですけど、あの坊主のサウンドシステムですね。12個スピーカーがついてるっていうすごい車なんですよね。こっそりこのグレードはおそらく標準、おそらくというか標準です。
Z のハイブリッドですね、こちらにはついてます。スピーカーが12個もついてて、音を試したくて、ちょっとこの要は今の USB のところに音楽データが入ってまして、これどうせ YouTube 著作権関係で音楽全部鳴らせないと思うんですけど、一瞬だけ鳴らします。で、充電もできます。でこっち側はタイプ A の USB で、こっち側はタイプ C の充電の差し込み口がございます。まあ前にもね、置ける充電もあるので、でこちらがさっき言ってました BOSE のツイーターの部分ですね。こっち側はミッドウーハーの部分で、まあどうせやること決まってて、その見ようとするんですけど見えないです。はい、まあ勝手にねバラすわけにもいかないんで、ここまでとしたいと思います。まあ、バラしてほしい人なんかいないと思いますけどね。はい、でこちらはグローブボックスいう普通ですね。ランプはついてないのかな、まあ車検証とか一般的に入れると思います。僕は車検証入れないですけどね、ここに。はい、ちょっと忘れてて、別撮りしたガソリンスタンドで別撮りしたバニティミラーですね、ランプ付きで、ここがまたオレンジのランプでした。で、こうあると嬉しいサングラス入れで、ちょっと暗くてすみません、 SOS ボタン真ん中あります。駆けつけのやつですね、オプションですけども、これね、駆けつけ今煽り運転とかあるんでね、これはつけとった方がいいと思いますよ。月550円だったかな、ホンダコネクトプロの方とかね、いろいろ種類ありますので、また貼っときます。さあ、後ろの席に行ってみましょう。後ろの席にも、スピーカー2個ついてますね。で、パワーウィンドウもワンプッシュで全閉全開します。触り方がちょっと、でこんな感じで、まあ、広々とした感じで、全然特に、違和感はないです。で足元必ずね、先が向こうに入るようになっているので、今時のミニバンよりはちょっと狭くは感じますけど、全然窮屈な感じはございません。普通に座ってみるとこんな感じで、運転席のポジションはこれそのままです。僕が好きなポジションにしてます。下にあるんですけど、でも最近あるスマホ、この上の段の差し込み口というか、スマホをちょっと挟めるようなやつがないですよね。これショックでした。で、本革シートはすごい触り心地が良くてね、どこも質感は良かったです。で、この静電タッチなんですよね、これ。これ、ご年配の方ね、おい、電気つけてくれとか言われそうですけど、触ってねって言わなきませんね。肩が痛いとかなりそうですけどね。はい。で、こちらは肘掛け&ドリンクホルダーですね。これいいですね。もう、一応5人乗りなんですけど、もう真ん中のシートは補助席みたいな形ですね。その証拠がこれ、ここのシートベルトですね。なかなか気づかないですよね、ここにあるって。はい、充電器後ろにも2つタイプ A がついています。エアコンの吹き出し口もあるので、後ろの人も快適ですね。さて、荷物たくさん持った人が現れましたね。ここで困ったけど思い出して、長い足を差し出してみますと、なんとって最近の車結構ありますよね。私はこれが嬉しかったのでやってみました。でも楽ですね。もうちょっと足が、まあ結構奥までね、蹴り込まないとっていうか、突っ込まないと、足を入れないと反応してくれなかったです。でもパワーゲートいいですよね。で、意外と高さがあって、これ多分2メーターある人に180センチぐらいですと全然平気だと思います。運転席側からももちろん操作できて、ボタンを長押しするとパカッと開いてくれて、ここで閉めることができます。右の方のボタンは閉めた後にロックも自動的にしてくれる方のボタンとなります。それではラゲッジルーム周りのご紹介。で、ここは秘密の入れ物ですね。秘密にしたいものを入れておきましょう。で、右側はコンビニフックがあります。左にももう一個あります。で、シガーソケット、こっち便利ですね。ここにもあるとね、何かと。で、こちらは BOSE のサブウーハーですね。12個のうちの1個です。で、こちらはレンチを入れると思うんですけど、
多分標準でついてなくてオプションじゃないでしょうか。コンビニフックこっち左側ですね。 LED ライトもあっちこっちついてます。おしゃれですね。なんか昼間見てるとなんかちっちゃくてほんまに明るいかなと思いますけど、夜見たら結構全体的に照らしてくれて、四角なく照らしてくれる感じですね、全体を。だからすごい見やすいものだと、ものです。でこれラケッジの上のトレイなんですけども、大きい荷物入れるときはこれを外すことができます。で外してみて、大きい荷物じゃなくて自分が入ってどないすんねんっていう感じなんですけどね。まあ車中泊する可能性もあるんで、まあちょっと出てみたいと思いますけど、こんな感じ。自称170センチの身長でこんな感じです。頭は運転席にちょっとつくかつかないかぐらいまで行ってまして、斜めになるとちゃんとすっぽり挟まる感じでした。でリモコンでもね、閉まりますよって、まあ当たり前なんですけど、私これ嬉しくて何回も試してます。はい、それではボンネット開けてみましょう。開けてみるだけですよ。はい、エンジンはこんな感じで、いかにも最近のハイブリッドシステムが入ったエンジンルームっていうオレンジのパイプがある感じですね。はい、詳しい方はよろしくお願いいたします。で2リッターの、ね、ガソリンエンジンと、モーターが入っております。こちらはエアクリの導入口ですね。エアがここから入る形でこだわりを感じますね。でこれね、フォグランプかなと思ったんですけど、ちゃんと穴が開いてまして、ここね、ここから空気が入るんですよね。で、後ろから抜けて、ここ見えますかね？ちょっと暗いですね。すいません。あ、見えましたね。ここから空気が抜けていく感じ。前から入って、後ろから抜けて、おそらくタイヤのね、タイヤ周りの空気のこう乱れをこううまく整流してくれるんじゃないかなと勝手に思ってますけど、いかがでしょうか。でこれホンダセンシングのね、レンズカメラですね。右側はドラレコです。でこちらの、センサーとともにホンダセンシングしてくれます。こちらフロントカメラですね。こちらは顔もいかついですよね。はい、ちょっと最後に、夜のヘッドライトの感じをね撮ってみました。これハイビームにしてるわけではないんですけども、コーナーリングライトとかこう多分広範囲に照らすために2つの光源で、照らす感じになってますね。夜なんでデイライトがついてないのがちょっと残念やったんですけど、でウインカーはシーケンシャルのウインカーで流れるウインカーとなっております。後ろはこんな感じ、スモールつけてブレーキ踏むとこんな感じです。でバック可愛らしいですね。まあ暗いところではもっとしっかり光ると思います。ちょっと明るい場所なんでね。はい、いかがでしたでしょうか。今回はホンダが2023年4月に発売する ZR-V の紹介をしてみました。次回は走行編の紹介をしたいと思います。まずは一般道といつものハンナ道路ですね、こちらを走行して車の感触をまた報告できたらなと思っておりますので、よければチャンネル登録していいねボタンも押してお待ちください。よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。